スーパーマンはこうあるべきだ。え、ミサイル2つあるの？そうだ、二重の攻撃だ。さすがの君でもその両方を止めることは不可能だろう。しかし私なら可能だ。え、ごめんごめん、なんて？だからさすがの君でも両方のミサイルを止めることは、うわ出た、そこね、不可能なんだが、しかし私には。あ、ちょっと待ってて、これでしょ？ちょっと、このミサイルで合ってる？いやいや、あの、何？どっち？あ、合ってます、合ってます、はい。なんかさっきむちゃくちゃ調子乗ってなかった？ミサイル2個はさすがにお手上げだろうみたいな、さ立ち怒ってなかった？あれやばかった。わかりましたから、それちょっとどっかやってくださいよ。うん、負けたって言って。それで？まあいつも通りだよね。ルーサを投獄して、でロイスとイチャついて宇宙飛んでってちょっと笑うみたいな。やるね。まあまあでもあいつさ、俺の弱点のクリプトナイフ持ってて若干焦ったけどね。ああそう。でもなんか使わないでさ、俺に見つけさせようとしたんだよね。わけわかんなくない？バカなんじゃないのね。まあ俺ならバットラングを投げて捕まえてたね。え、ミサイルへの対処は？ベルトにミサイル防衛機能つけたら余裕でしょ。なんか問題ある？いやじゃあその言うけどさ、なんかその万能ベルトに頼りすぎてない？頼ってていいだろ別に。いやまあいいんだけど、じゃあまあさ、時間を戻すほど早く飛べる機能つけて、で S って書いてるピタピタのスーツにベルトつければ。いやそれはただのお前だ。俺はバットマンだ。うん、知ってるよ。使命がある。いやそれずっと言ってんな。万能ベルトを使うバットマンだ。誰と喋ってるの？